皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。解説担当のマリサだぜ。今回はルビサファとエメラルドに隠された小ネタをソフトごとにカテゴリ分けして20個紹介していくぜ。小ネタは大好物だから楽しみだわ。私の知ってるものはいくつあるかしら。普通にプレイしてるだけじゃ気づかないようなものもいくつかあるから、ぜひ最後まで見ていってくれたら嬉しいぜ。それじゃ早速いってみよう。まずはルビサファから存在した小ネタから紹介していくぜ。一つ目は最初に選択できる主人公のニックネームについてだ。選択できる名前っていうと、初代でのレッドやグリーン、金銀でのゴールドやシルバーのこと？その通りだぜ。今作では男性の場合ルビーではリクや、サファイアではカイト、女性の場合ルビーではムツミ、サファイアではナミとなっていて、これは作中で登場するマグマ弾やアクア弾、伝説ポケモンのグラードンや海王がを表してるんだよ。ほんとだ、私はデフォルトネームには目もくれず、自分で名前を付けたい派だったから気づかなかったわ。これまでの作品と比べるとかなり日本人よりの自然な名前になったんだ。ちなみにエメラルドではどうだったの？エメラルドでは男性の場合ラルド、女性の場合エミーだったな。こっちは特にひねりもなくタイトルをそのまま活用してるのね。日本人っぽさも特に感じないわ。まあストーリーや登場人物はルビサファとそんなに変わらないから、同じ法則で当てはめるのが難しかったのかもしれないな。続いて二つ目は、主人公の自宅にあるテレビについてだぜ。このテレビを調べると映画が放送されていて、大人と子供が二人並んで大きなピアノの上で踊っていると表示されるんだけど、この映画には元ネタがあって、それはトム・ハンクスさんが主演を務めるビッグっていう映画なんだ。主人公が見たシーンはおそらくこのシーンだろうな。でも待ってマリサ、さっき大人と子供って言ってたけど、どう見ても両方とも大人じゃない？詳細は割愛させてもらうけど、実はこの映画、右側の男性は中身は子供のまま体だけ大人になってしまったという設定なんだよ。それだけ聞くと逆コナン君って印象しか受けないんだけど、どういう経緯でそうなったんだろう。気になる人はぜひ映画ビッグを見てみてくれ。それじゃ続いて3つ目は、ポケモンドリームワールドについてだぜ。え？ポケモンドリームワールドってブラックホワイトで実装された機能だよね。この時代にはまだなかったはずだけど、ポケモンドリームワールドといえば、寝かしつけたポケモンの夢の中で、ポケモンと遊んだりできる機能なわけだけど、実はこの時代にもうこの機能に関する研究をしてる人がいたんだよ。え？そうだったの？一体誰が？金積シティに本社を構える大企業、デボンコーポレーションでは、ポケモンに関する道具や人々の暮らしに役立つ様々な製品を開発してるんだけど、ここの2階にいるこの研究員なんだよ。今ポケモンが見ている夢を映し出す道具を開発しているのですが、なかなかうまくいかないね。ほんとだ、夢を映し出す道具を開発してるって、まさにポケモンドリームワールドのことじゃない、だろ？ブラックホワイトでこの機能を実現したのは、ポケモントレーナーの研究をしているマコモだったけど、同じようにこの機能に目をつけていた研究員は他の地方にもいたって話だったぜ。この研究員も自分の思い描いた研究が実現して喜んでるといいわねー。続いては海の科学博物館に関する小ネタだぜ。ここはカイナシティにある施設で、海に関する様々な展示物が設置されているんだ。海が青い理由だったり、海と陸どっちが広いかみたいな、海に関する知識を知れたりするのよね。そしてここに入るには入場料50円が必要なんだけど、ストーリーで最初に訪れる際、つまりマグマ弾やアクア弾に占領されているタイミングだけは、所持金が50円未満でも通してもらえるんだぜ。あら、さっきの団体さん、あなただけ遅れちゃって仕方ないわね。早く通っちゃって。ほんとだ。っていうかこれ主人公も団員だと思われてない？遅れてやってきたドジな団体客っぽい言われようで草だよな。それにマグマ弾やアクア弾が、団体として入場料を払ってるのもなんかじわるわ。団体割とか使ってたりして。まあこれはストーリーを確実に進行させるための救済措置なんだろうけど、よく考えるとなんか面白いよな。そして次の小ネタもこの博物館に関するものなんだけど、ここの2階は模型の展示が中心となっていて、方園地方のミニチュアや、オスの寄贈船所が作り上げた船、タイドリップ号なんかが飾られてるんだ。電動入り後2階なとみなもを行き来できる船よね。ああ、そして実はここには、初代で登場した豪華客船、サントアンヌ号の模型も展示されてるんだよ。ここはちゃんと見て回ったから知ってたけど、初めて見た時は懐かしさで鳥肌が立ったわ。気持ちはわかるぜ。初代プレイヤーは同じように懐かしい気持ちになったんじゃないかな。しかもただ模型が飾られてるだけじゃなく、館内の BGM までサントアンヌ号のアレンジ曲になってたからな。ああ、あれは感動した。初代のサントアンヌ号のBGM もめちゃくちゃエモい神曲だったけど、まさかこんなところでアレンジ版を聴くことができるなんて、制作者の粋な計らいにまんまとやられちゃったわ。それじゃ続いては、カラクリ屋敷に関する小ネタだぜ。いろんな仕掛けがある部屋でカラクリ大王を見つけると奥へ進めるのよね。結構難しいけど大好きだったわ。ここでは仕掛けを解くたびに、カラクリ大王がいる部屋でご褒美がもらえるんだけど、この時大王を無視して出て行こうとすると、ちょっと寂しそうなセリフを聞くことができるんだ。おいおい、我が輩のことは無視か、随分寂しいじゃないか。
ほんとだ、何回かやってたけどこれは知らなかったわ。豪快な口調とのギャップがあって可愛いわね。そして次の小ネタもカラクリ大王に関するものなんだけど、このカラクリ屋敷では、ジムバッジを手に入れるたび新しい仕掛けに変わり、クリアごとに最大8回ご褒美を受け取ることができるんだけど、最後のご褒美を受け取った後、大王は新しいカラクリを考えるために旅に出ていなくなるんだ。そうそう、あれ謎の寂しさがあるのよね。同時に達成感もあるけどな。そしてこの時大王がいた場所を調べると、なんとそこには金の玉が落ちてるんだよ。あ、そういえば、ほんととんでもない置き土産だわ。それじゃ気を取り直して、続いては勝ち抜きファミリーに関する小ネタだぜ。近接シティの北に住んでる家族ね。ああ、ここを最初に訪れる時、入り口に父親の春彦が立っていて、話しかけると連続バトルに挑戦しないかと尋ねられるんだ。そして一家4人との連続バトルに勝利すると家に入れるようになり、母親の安江から強制ギプスがもらえるんだよな。私は努力値とか気にしてなかったから強制ギプスは使ってなかったけど、勝ち抜きファミリーには毎度挑戦してるわ。そして全員を倒した後話を聞くと、家族の中で一番強いのは今はここにいない長男だと言われるんだけど、実はこの長男は別の場所でしっかり登場してたんだぜ。え？そうだったの？一体どこにいたのよ。チャンピオンロードだぜ。エリートトレーナーの傭兵がおそらくこの一家の長男だと思われるんだ。どうしてわかるの？バトル前のセリフの中には、家族全員でポケモンの狩猟をしていたという文言があるし、勝利後のセリフでも、家族の誰よりも強かった、なんて言ってるからな。確かに、他の家族が言ってたセリフと合ってるじゃない。物語中盤でファミリーの家を訪れた段階では、一番強いと言われる長男がそこにはいなくて、後々ラストダンジョンのチャンピオンロードの中で、エリートトレーナーとして登場するなんて、かなり激アツ演出じゃないの。これは知らないともったいない小ネタだったわ。ちゃんと伏線を回収してくれるのって気持ちいいし感動するよな。それじゃ続いては同じく111番道路にある砂漠に関する小ネタだぜ。ゴーゴーゴーグルがないと入ることができないエリアね。あそこは砂嵐が待ってる上に BGM もミステリアスな曲調で特殊な雰囲気が出てるから、正直ちょっと怖いイメージがあるのよ。私は結構好きだけどな、あの BGM。 ちなみに今回紹介するのもその BGM に関するもので、後に発売されたダイパでは DS ワイヤレス通信を使って最大8人まで一緒に遊ぶことができる地下通路というコンテンツが実装されたんだけど、なんとこの場所の BGM が砂漠の BGM のアレンジ版となってるんだよ。そうだったの？ダイパの地下通路はミステリアスっていうよりは冒険心くすぐるような曲調だったけど、まさか砂漠のアレンジだったとは。確かに地下通路の BGM は結構明るめの曲調だったもんな。さて続いては煙突山のロープウェイに関する小ネタだぜ。あ、これは知ってるかも。ロープウェイに乗ってるとたまに登山客が見れるってやつじゃない？これは割と有名な小ネタだから霊夢も知ってたか。ちなみにこの時に現れるトレーナーはキャンプボーイ、ピクニックガール、山男の3種類なんだぜ。へぇ、何パターンかあったのは知らなかったわ。しかもちゃんと登山に関係あるトレーナーばかりが採用されてて、こだわりが感じられて好きだわ。こんなおまけ要素一つに対しても世界観を大事にしてくれるのって、私たちプレイヤーからすると地味に嬉しいんだよな。ほんとそれオブそれ。それじゃ続いてはルネシティにいるキリに関する小ネタだぜ。話しかける時の実をくれる女の子よね。そうだな、毎日にこの木の実をもらえるから、彼女の元に通ってた人もそれなりにいるんじゃないかな。私も一時期通ってたわ。それでキリちゃんにはどんな小ネタが隠されてたの？実は彼女は増田純一さんの娘さんがモデルになっていて、娘さんと同名であることはもちろんのこと、話すセリフもほとんど増田さんが考えたものらしいんだよ。そうだったんだ。セリフの中でキリっていう名前の由来なんかも話してた気がするけど、あれは増田さん本人の考えだったのね。ああ、増田さんのブログ、増田部長の目覚めるパワーの第24回にその内容が記載されてるから、興味があったらぜひ読んでみてほしいぜ。収録が終わったら読んでこよっと。だけどすくすくと育って心の温かい女の子になってほしいっていう願いを込めてキリってどういう意味なんだろう。どういう漢字を書くかわからないから、これは私の推測でしかないけど、おそらくキリの木のことだと思うぜ。キリは成長が早く、切ってもすぐに芽を出してどんどん成長するし、花が美しいことでも有名だからな。それにかつては女の子が生まれたらキリの木を植える風習まであったみたいだぜ。なるほど、そう考えたらとっても素敵な名前だわ。よし、それじゃここからは、エメラルドにのみ存在する小ネタを紹介していくぜ。まずはライバルの兄弟についてだ。ん？ライバルって結城や遥のことよね？兄弟なんていたっけ？ああ、エメラルドでのみ小田巻博士の家の1階に弟がいるんだぜ。ほんとだ、もはや必要あるのかすらわからないレベルの細かい変更だけど、どうして弟が追加されたんだろう？一応アニメ版の遥の弟、マサトの影響だとされてるんだけど、実際のところはわからないな。もしわかる人がいたら教えてください。それじゃ続いては、引っ越し会社についてだぜ。ゲーム開始後主人公の自宅に入ると荷物を運び込んでくれてるのよね。ああ、そしてこの時のポケモンが、ルビサファではゴーリキーだったのが、
エメラルドではやる気者へと変化してるんだよ。これはさすがに覚えてたわ。ちなみにこの変化については、ちゃんと公式な設定があるのは知ってたか？え？そうなの？そこまでは知らなかったわ。公式のポケモン大好きクラブの特設ページ、キレてる怪力ジムの中で、ゴーリキーを中心としたポケモンマークの引っ越し屋には、ライバル会社のやる気者の引っ越し屋があるという点に触れられてるんだよ。すごい、こういう裏設定は大好物なのよ。エメラルドではライバル会社の方に依頼してたんだ。ただやる気者の引っ越し屋は、欠勤部に進化すると仕事にならないみたいだから、社員の管理が大変そうではあるよな。確かに、ましてや管理職が欠勤部だったりしたらもう最悪ね。考えるだけでも恐ろしいぜ。ちなみにこの子ネタに関しては、もう一つ小さな小ネタというか設定ミスがあって、作業中のやる気者に話しかけると、なんとゴーリキーの鳴き声がするんだぜ。まあそれは聞かなかったことにするわ。さて、続いてはライバルの家でのちょっとした小ネタだぜ。ストーリー最序盤でライバルの部屋に入って、置かれているモンスターボールを調べることでライバルが現れる、っていうイベントがあるんだけど、この時モンスターボールを調べず外に出ようとすると、1回でライバルと鉢合わせになるイベントを見ることができるんだ。そうだったの？ちゃんと救済措置が取られてたんだ。あれ？そういえばルビサファだとどうなるんだっけ？ルビサファでは初めからライバルが2階にいて、モンスターボールを調べるイベント自体がなかったな。言われてみればそうだったわ。こう見ると序盤だけでも結構変わってるところがあったんだ。それじゃ続いては性格の違いによる変化についてだぜ。ああ、性格によってステータスに補正がかかるって話でしょ？いや、それはルビサファでも同じだな。エメラルドでは、ポケモンがボールから出た時の動きが性格によって変わるようになってたんだよ。そうだったの？それは細かすぎてさすがに気づけないわ。具体的には動く速さが変わるんだけど、ちゃんと性格に合わせて早めだったり遅めだったりして、地味にこだわりを感じる要素なんだよな。これ当時知ってたら間違いなくドヤ顔で友達に教えてたと思うわ。続いてはマスターボールの入手に関してだぜ。ルビーではマグマ団の味と、サファイアではアクア団の味とで手に入ったけど、エメラルドで何か変わってたっけ？いや、エメラルドでもアクア団の味との同じ場所にあるんだけど、今回紹介したいのは入手場所じゃなく、取り逃してしまってもまた取りに来れるようになったって話なんだ。そういえばルビサファではアジトを出ちゃったら二度と手に入らない、取り返しのつかない要素として有名だったもんね。このチャンネルでも過去に紹介させてもらったけど、アジトのマスターボールは寄り道ルートにあるから取り逃しやすく、取り逃してしまったら、水面でパートのくじで一等を当てるしか入手方法がなかったから、手に入れられなかった人が多かったんだよ。だからその救済措置が取られたって形だな。ただでさえ激レアアイテムだし、マスターボール誰に使った？っていう、ポケモンプレイヤーでは定番の会話に参加できないのは寂しすぎるから、これはナイス改変だと思うわ。そしてもう一つ親切な改変形で言うと、波乗りの秘伝マシンを手に入れる際、ルビサファだと千里を倒した後、ジムの隣にあるミツルの家を訪れてもらいに行かないといけなかったんだけど、エメラルドでは千里を倒したら自動で連れて行ってくれるようになったんだぜ。確かに言われてみればそうだったわ。こうやってちょっとずつ便利になってるのも、マイナーチェンジ版のいいところなのよね。それじゃ続いては、居合斬りに関する小ネタだぜ。この小ネタは有名よね。フィールドで居合斬りを使うと草を刈り取れるってやつでしょ？それは初代からのおなじみの小ネタではあるんだけど、なんとエメラルドでは特定の条件下でのみ、草を刈り取る範囲が広がるんだよ。ああ、何回前聞いたことがある気はするんだけど、どんな条件だっけ？特性怪力バサミを持ったポケモンが居合斬りを使うと、通常の 3×3 マスじゃなく 5×5 マスを刈り取ることができるようになるんだ。そうだったわ。エメラルド限定要素の動画でちょっと紹介してたよね。お、よく思い出したな。さて、続いては、フィールド上で聞こえるポケモンの鳴き声に関する小ネタだぜ。近くにいるポケモンの鳴き声が聞こえてくるのよね。最初はバグかと思って焦ったわ。これはルビサファからしれっと追加された小ネタで、これ自体気づかなかった人もいるかもしれないんだけど、エメラルドではさらに、特性虫の知らせを持ったポケモンを戦闘にしていると、鳴き声が聞こえる頻度が2倍になるっていう小ネタがあるんだぜ。そこまでは知らなかったわ。試してみたいんだけど、虫の知らせってどの子が持ってたっけ？その名前の通り、アゲハントやバルビートみたいな虫ポケモンが持ってることが多いな。なるほどね、早く聞いてみたいわ。とまあ怪力バサミや虫の知らせみたいに、エメラルドでは特性に説明文では明記されていない、フィールド上での効果が追加されたものが他にもいくつかあるから、最後にピックアップして紹介していくぜ。まだまだあったんだ、よろしく頼むわ。まずは飛来神、この特性を持ったポケモンを戦闘にしていると、ポケナビの呼び出し率が2倍になるんだぜ。これもまず気づけないだろうけど面白い効果よね。基本的にはパーティーの戦闘に置いてると効果を発揮するものが多いみたいね。そうだな、同様に戦闘に置くことで有効になるものだと、野生ポケモンの出現率が上がるアリ地獄や、反対に出現率が下がる白い煙、ポケモンが釣れやすくなる吸盤や粘着、道具を持ったポケモンや性別の違うポケモンみたいに、特定の条件をつけて野生ポケモンの出現率を上下するものも数多くあるんだぜ。へぇ、うまく使えば効率よく目的のポケモンやアイテムを手に入れられそうね。そうだな、その他にもパーティーに入れているだけで卵が孵化しやすくなる、炎の体やマグマの鎧なんかもあるんだぜ。それは卵厳選するときは必須と言ってもいい特性かもしれないわね。それにしてもこんなにたくさんの特性に隠し効果が追加されてたなんて、これだけ覚えるだけでも大変そうだわ。
これでルビサファとエメラルドの小ネタの紹介は終わりだけど、どうだったかな？この世代にもこんなにもたくさんの小ネタが隠されてたなんてね。世代をまたいで展開されたものや公式設定まである小ネタもあって、改めてポケモンの楽しみ方って無限大なんだなって思い知らされたわ。メインストーリー以外のサブコンテンツはもちろんのこと、こんな小ネタや隠し要素まで充実してるなんてほんと贅沢すぎるんだよな。ほんとにね、ましてやエメラルドだけでこれだけの小ネタが追加されてたのは驚いたわ。というわけでこのチャンネルでは他にも、ポケモンシリーズのランキング動画なんかを投稿してるから、良ければもう一本見ていってほしいな。今回紹介した小ネタ以外にも視聴者さんが知ってるものがあればぜひコメントで教えてください。それじゃまた次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。